ご紹介ありがとうございました。富田でございます。本当にお早いもので、63歳の定年を迎えるということになります。5、6人の方しか来なかったらどうしようと思っておりましたが、こんだけたくさん来ていただきまして、本当にありがとうございます。結構お礼を申し上げたいと思います。で今日は5時ちょっと前くらいまでのところで、私がといったことをコンピューターアーキテクチャーの教育研究の中でやってきたからということを少し年代を取ってお話をしていきたいというふうに思います。で特に、どういった点で失敗をしたかと、なぜ今左内輪で、遊んでいるかということで失敗なんのようなところをですね、特に中心にお話をしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。でまず簡単な自己紹介なんですが、学歴はこういったところでございまして、島根県の大社長、出雲大社のすぐ横で生まれて、小学校、中学校、それから高等学校は田舎におりまして、京都大学に別語学科の学生として入学してから、京都大学でお世話になって生きているということでございます。それから職歴はドクターコースを出ましてから助手に採用していただきまして助教授、それから先ほどご紹介ありましたように九州大学で4年半だけ教授としておりまして91年にそちらの方に呼んでいただきまして教授をやっているということでございます。その間総合情報メディアセンター、これは現在の学術情報メディアセンターの前身で教育センターそのセンター長を5年間、それから最近ですと情報研究科の研究長を、3年間も務めさせていただきました。で、研究内容でございますが、ドクターコースは今日ご出席いただいております坂井先生のところで、音声合成の研究をしているとして、きました。それで複数の文章を同時に、リアルタイムで音声で出力すると、そういったような、研究を学校ではやっていただきました。それから73年にドクターコースを出ましてから岩和先生の、研究室に来まして、それ以来プロセッサーのアーキテクチャの研究、それから、マルチプロセッサーエフェクションの研究をずっとやってきたということでございます。で、特に私は情緒理学会の方で、活躍をさせていただいておりまして、論文賞3回、それから功績賞、それからフェロー、通信学会の方でもフェローご指導をいただいております。それから学会の活動というところでいきますと、1988年のところで、後から出てきますけれども、並列分散処理ワークショップ、総復と言っているんですが、一番最初は日の国ミニシンポというふうな名前を付けておりましたが、こういったシンポジウムを立ち上げてまいりまして、これは現在も続いているということで、それから、今日はご出席いただいております田中先生、東京大学の田中先生と一緒に、並列処理のシンポジウム、JSPP の、立ち上げをやってきたということでございます。それから92年になりますと、田中先生、それから早稲田の奈岡先生、九州大学の雨宮先生、慶応大学の斉藤先生等と、重点領域の研究やろうということで、超並列原理の情報処理基本体系ということで、95年まで進めさせていただいたということでございまして、さらにこれを発展をさせまして、94年の
の10月から、並列分散処理コンソーシアを田中先生中心に立ち上げまして、これは2000年の3月にやりまして、ジャンプ1という実験用のレールコンピューターを作りましたということでございます。それから94年の5月頃に上場学園の理事に決めをやりました。それから96年に上場学会の研究会将来ビジョン調査委員会の委員長をやりまして、研究家の方でも将来構想の話を3年間だけやりましたけども、以前に学会の方でも将来ビジョンの委員会をやっておりましてですね、ここで現在でいきますと、研究会の論文誌のですね、立ち上げ等を行ったということでございます。ただ97年にはメディアセンターのセンター長を、これは5年間だけ、97年から務めております。それから98年になりますと、上記楽の理事の第2期目ということで、論文書の担当ということで頑張らせていただきました。それから2001年7月からJST で産業研究これの領域総括を5年半だけ進めさせていただいたということで、アドバイザーの先生、たくさんいらっしゃるんですが、それから研究者の方もいろんな多様な方がですね、いろんなアーキテクチャの研究だけじゃなくて、マルチメディアの研究も含んだ研究者のところでした。非常に活気のある産業研究を統括させていただいたということでございます。それから2007年に行事学会の功績者をいただきました。京都省の委員会にも少し担当させていただいた、ああいうふうなことで現在になっているということでございます。これはハロピン工大の顧問教授、総合事業の教授でございます。前の論文賞とか功績賞の名前が、プロテロンの総合の教授ですね。それから獲得した競争的資金、最近は競争的資金を取ってこないと、研究者じゃないというようなことを言われるんですが、見ていただきますと、ずっとですね、ここは1000円の単位ですから、これが学部上なんですが、ここをコンスタントにこう同じようなテーマでですね、騙し騙しですね、審査員の方をうまく騙しています、テーマをちょっとずつ変えて、90年代以降になりますと、統括をやるようなことを行ってきましたが、なってきましてですね、当時これまで2億くらいでですね、これも1億程度のものをやっておりますが、75年くらいから2009年まで、大体コンスタントですね。でしかもお金ちょっと欲しいなと言ったときに、非常にこうタイムリーにですね、お金をいただいて、それも少なからずですね、でまた多からずということで、お金が多いと、お金にこう使われてしまうということが結構あるんですが、多からずといただいたということで、非常に資金の面ではハッピーな研究生活をさせていただいた。というふうに思っております。で、ずっと若い時なんですが、若い時は一番最初は島内先生、東京大学の先生だったんですが、
大量広域大量情報の構築ということで、このグループの中で清野武先生が班長されておりましたので、その中で、入れていただいた。それからその後になりますと、名古屋大学の文田先生のグループの中で、その一つの班として、野口先生の班の中で研究させていただいたというような、それから引き続いて藍染先生のグループのところで、お世話になった。それから九州大学の茂島先生のグループでということで、若い時から、ある程度のお金をいただいてですね、資金に恵まれて研究をやってきたということでございます。で、どこからの取得された方が、これは九州大学の時代も含めて書いてございますが、大体こういった方々が取ったを捉えたということでございます。で、ここまででちょうど31ということで、31名の方が戻ったわけということで、で、先ほどの紹介の中に本を用意書いたというふうな話もありましたが、今かなり最初は最初の大きな本というのは本岡先生、東京大学の先生で亡くなりになりましたけど、本岡先生が編集で、上から見たらデータセコンピューターの位置というものを出したのが本格的な本の執筆の、最初ということになっております。で、86年に平安計算機の構成の、300ページくらいの本が、で、これは当時日本語で並列計算機というのはなかったということで、かなりの方に読んでいただいたんじゃなかろうかというふうに思っておりますが、ただ定価が5500円ということでめちゃくちゃ高かったです。当時は普通の本で3000円くらいだったから倍くらいしておりました。それから、ここで我々のコンピューターアーキテクチャの分野で、バイブルと呼ばれている本がありまして、これが NSC パターソンのコンピューターアーキテクチャという本なんですが、この翻訳を3人でやらせていただくということで、800ページぐらいの本が大変なんですけども、非常に好評でした。それから、普通のプロセッサーの、マルゼンからコンピューターケースのチャーリーストというような本を出してで、90年代の後半のところで、先ほどの本のこの改訂版の本を出したというそうです。で、総合情報メディアセンターのセンター長もやっておりましたので、この全学の情報処理教育向けの教科書を作る必要があるというようなことがありまして、こういった情報社会とコンピューターというふうな本も書かせていただきました。そういうことでいろんな教科書を解説しよう書かせていただいたんですが、学生の授業評価はどうであったかと言いますと、標準を非常にかなり下回るという評価でですね、で、見てみると講義の資料がないとかですね、そういったようなことを書く学生がたくさんおりまして、
教科書もちゃんとあるし、それからパワーポイントの資料、全部で 2GB くらいあるんですが、そういった資料もダウンロードして使うようと、こういう具合にも言ってるんですが、なかなか学生諸君は、コピーを、作らないと。でさらにノート持ち込みの試験をするというふうに最近してるんですが、ノートも作らないというふうな状況になっておりまして、るんですが、学生の日頃からやると標準もかなり下回るということになっております。5点満点だ、確か 2.3 ぐらいだったんですけど、そういうことになっております。でまあ、これはあの本のフォーカバーの、この写真ですが、まあ、こういった本かな。で先ほど の, あのこの本は韓国語にあの翻訳をされて出られました。そしたらこれから具体的にこの学部までのところ、それからそれ以降のところで、まあ、どういったことを、やってきたのかというふうなことを少し話をしていきたいと思います。でまずは学部までのところなんですが、先ほど言いましたように1945年終戦の年なんですが、出雲大社で生まれました。で、この町内の小学校、中学校、それから高等学校を出て、高校の方法官の予約をしたということがございます。で、場所は、ここは大阪ですね。で、これが島根半島がありまして、出雲大社がやりました。で、出雲大社のすぐ横です。200m のところに家があります。でこれは出雲大社で、最近朝の朝ドラで、だんだんというのをやってるんですが、まあ、出雲大社の境内というのは私の子供の頃の遊び場であったということでございます。で、この1945年生まれたわけなんですが、その頃、世界で何が起こってたかということでいきますと、まずは生まれた年にプログラムの内蔵公式が今によって提案された。それから46年が最初の電子計算機のエニアックが動き始めた。それから49年にこのプログラムの内蔵公式の実用型のコンピューターで、エドサンクというのがケンブリッジ大学のフィリップ先生のことで作られたということになっています。エドサンクというのはこのエレクトロニックディレイストレージオートマリックコンピューターということで、メモリーが水銀の遅延線なんです。で、昔から電子カードのところはかなりうまくできておったんですが、記憶装置のところが非常に最初からこうされているということで、当時は水銀の遅延線で作られているということです。で、これが5歳の頃ですので、数学の5年の紐落としの時でありまして、なぜか分かりませんが、このカール材料ですね。で、小学校の時代はまたこうなんですが、それが小学校ですね、6歳で、小学生から入っている。そういう袋がこう長すぎて下に引くというくらいに背の高さは低かったということで、で、素心もそれが小学校1年の時の通信も、こう見るとですね、国語、社会語、算数法人が、学年はそのところはこれなんで、あまり出来が良くないんですね。最も良くないのはこんだけしかなくて、良い学校でこれなって
まあ、コメントとかがありまして、で、あの、熱心にして落ち着いた態度であると、それから努力的であると、まあ、ここまでいいんですが、積極的に発表するようにと、こういうあのコメントが書いてありまして、小学校の先生というのは非常によく言う学生を、生徒をですね、見ていたなというふうにあの思います。で、実を言いますと、私は喋るのが非常に嫌いでですね、あの嫌いだしは上手くないということで、子供の頃からあんまりあの人の前で喋るということはしなかった、できなかったんですけども、そういったことがちゃんとこう書いてあるんです。ということで、小学校1年の先生がはですね、非常によく、私の性格を見ていたのがいいんじゃないかというふうに思っております。で、小学校の時代はあの、昔はあの理科が非常にこう流行っておりまして、周りの学生はですね、いろんな学生とも男の子であれば、この伝令とか出るんですよね。それから、二極モーターとか三極モーターとか、それから鉱石ラジオ、ゲルマニウムラジオの前の、鉱石ラジオなんですが、そういったのものを小学校の3年生頃のところで大体あの、どんな子でも作っていたんですね。で、ただ材料は取引官とかですね、そういったものをあの拾ってきて、で、私はその後あの、まあ、ラジオ少年というふうなところで、三ラジオ、三級のラジオとか、こういったものが、五級のスーパーセロタイムのラジオ、まあ、こういったものとか、それからトランスタラジオの6年生の頃には、作った経験があって、当時は、現在総理なんですが、当時は東京都心工業と、言っておりましたけれども、とか、当時点と言ってましたけれども、神戸工業のですね、ナショナルを使ってあのラジオを作るということです。で、ラジオは真空管を捨てたんでね、この大きな10センチくらいのガソリンのような真空管の人が、こういったものを使ってあのラジオを作るで、つい最近あの上で起きたと言いましたら、ナミサンラジオとかですね、それからスーパーセロラインの介護図画とウェブにちゃんと載ってるんですよね。で、これ見ても非常にこう懐かしく思ったんでね、この6WC、6D6 とかですね、6ZB1 とかですね、HDF とか、こういったような新空間を使ってあの作りました。で、その時にあの今でもよく覚えてるんですが、ラジオがならないと、僕が帰るのが近いということで、このディバッグやなんかをやるときに、このコンセントなんかを全部抜いて、カイロの方にこう手を入れてですね、直そうとするわけです。そうすると、そのときにたまたまこの、プレートにですね、これ今プレートなんですが、プレートにあの、電源を供給するラインそこが配線がしてなくてですね、ここのコンデンサー、生活回路のコンデンサーにです、電荷が溜まってでそこにこう手を入れてですね、ドカーン300ボルトくらいですからね、ドカーンと動いて、まあ、そういうことで、このコンデンサーというのは電気を蓄えるんだねということで、このコンセントに付けたらああいうふうなことがですね、もう身に染みてるんですけど、ね、非常にいい経験で、出てきた時の感覚ではですね、なんとも言えない感覚があるんですけど、まあ、こういったあのラジオを、いわゆるで、そういった小学校の頃に、この世界ではどうなっているかということなんですが、まずはこの第二世代のコンピューターということで、IBM の704、それがデシカロの真空管なんですが、メモリーが、地震のコアメモリー、で
イクロプログラミングの方式が、先ほどのエロサップを作ったあの植木先生として提案されて、それから公共言語の模型の時期に出て、57年にフォートランが出てですね、そういったような、ことに学んでいます。で、まあ、中学校の方の山になるので、戻りましたが、まだ通信簿通信簿は中学校の時結構いいけどね、キムとかジムだけ、ね、まあ、結構よく勉強をどうもしてるということのようです。それから高等学校に入りまして、高等学校で、これ3年生の時これ大生なんです、もちろん。でこれはあの東京生東京生して、まあ、現在の若手の場合で、高等学校の、入学試験の時からの友達と受験番号一つ迷ったそういったことがありましてですね、それ以来のおしゃれに漫画を入りますのでございます。で、その頃ですね、中学校から高等学校の時代のところで世の中はと言いますと、かなりの進展がありました。一つは総教育、マンチェスター大学 の、 あのアトラスのページのシステムですね、それから航空言語思考のコンピューターということで、バロースの汚染スタッフマシンですが、それから第三世代のコンピューターで IBM のシステムの360、それからタイムシェアリングシステムが MIT を中心に、研究を使用されつつあった。それから計算機のところでいきますと、イリア工から53年頃に開発がありました。ああいうふうなことでございます。で、次は当然工学部の時代ですが、64年代の時代ですね、くらいなんですけども、64年に入りましたが、その時はまあ、電子エレクトロニクス、まあ、そういった部分が非常に重要されておりましたし、若い学生にとって非常に魅力的なものに移ったということで、まあ、ラジオ少年であることもありまして、電子工学科に失敗した。で、医学部に行ったらどうかというふうな話もあったんですが、うちの母親が医学部に行くのは絶対反対、医者は多くのお医者さんは上掛けさんでいてよしくないというふうなことがあってですね、まあ、とにかく医者になるのでいいなというようなこともありましてですね、レジコアの理由はいうことです。で、学部の3年生、の時は、これは8時10分から5時まで、ほとんど1週科目で土曜日も含めてですね、講義がありました。で、ただ、まあ、いろんな講義があったんですが、まあ、当時、まあ、トランジスタがどんどん出てきてる時代であったんですけれども、まあ、トランジスタの講義というのはなかった。先生はトランジスタの進行感と同じだよというようなことを言われるんだけど、片っぽは電圧制御、片っぽは電流制御で、全然違ったものなんですが、同じだというようなことで、あまり講義もなかった。それからコンピューターを初めて知ったのはですね、4年生の時になって初めて知ったんです。それも友達が IBM でフォートランの講習があるということで、講習会に行くよということで喜んでいたので、何ということからコンピューター
というものがあるらしいというふうなことを知ったわけです。で、京都大学の中ではですね、65年に KDC のトゥルというコンピューターがありまして、それが野口日立の配達の5020になるんですけども、こういったコンピューターが入っているのに、この学部の授業ではコンピューターの小文字もなかったというふうなことで、やはり若い先生が最先端のいろんな技術の講義をですね、学部のレベルで、もう少しやっていただいた方がよかったなというふうには現在は思っています。で、学部の頃じゃあ世界ではと言いますと、64年から68年頃なんですが、これは先ほどの PSS、マルチックスの研究が開始され、この辺は池田先生が詳しいと思いますが、こういったものですね。それから64年にこの IBM の3号が生まれました。それから64年この CDC の6000号ということで、これがリスクの原型であると、こういったものがコントロールデータ社のものになっています。それから68年に行きますと、現在のマイクロプロセッサーでやっているこのアウトボーダーエグゼキューションのモデル、これがIBM の36091の上で、トーマス・ボーさんによって考案されて覚えたようです。まあ、そういうことで、この私なんかは小学校の学生におった頃に、この、メンフレームのところを中心に非常に大きな変革がこの当時起こっているということなんですが、我々はそういうコンピューターの話を全然知らないで、学部の時代を過ごしたということで、LS コンピューターでいきますと、スタンフォード大学の林先生が、多田正孝先生、力学の先生が、そういったクラスでした。それから電子工学科の3年生、電気総合工科のところで、撮った写真なんですが、私はここにおりまして、このところに奏で、それから今日は来ていただいておりますが、奈良先端大の広出先生が、若い頃という感じですね。4年生の時は、宇治の服部良雄先生のところで、感度解析をやっていました。システムの中にいろんなコンポーネントがあったときに、ね、コンポーネントがこうばらつく、ばらつく。そういった時に、この出力率の影響が出ないような、システム構成をどういう具合にしたらいいか、いうようなことをですね、研究テーマで与えられまして、服部先生は宇治におられましたので、ほとんどご指導はなくて、勝手に研究をやってたと。ああいうふうな状況でございました。で、よく遊んでおりまして、この京都女子大と交流会で毎月っていうくらいに私は今ここにおるんですけど、なぜか知りませんが、この奏で武雄さんがそれから木戸出さんがここにおるんです。非常に不思議なんですが、電気の現在教授の石川先生が今度でということで、この中でカップルも一組なんかできましたけれど、といったことで、デパートメントいろいろで、さて、いよいよ大学院の時代になりまして、研究のしていただいているということでございますけれども、先ほど68年から73年まで、坂井先生のところでお世話になりました。で、その時に
NIAC の2200のモデルの NIAC のコンピューターを使わせていただきました。で、アセンブリー言語でですね、アセンブリー言語というのはEasy Coderの名前を言ったんですが、アセンブリー言語でプログラムを書きました。で、コンピューター自体のアーキテクチャは、可変調のメモリーとメモリーの命令でした。ということで、おのおののこのバイト、8ビットのバイトごとにですね、タグがついてるね。アイテムワードという1ビットと、それからワードという1ビットの2ビットのタグがついてて、そのタグまでの可変調の計算が、アーキテクチャーから見てもですね、面白いコンピューターでございました。で、そういう2200のモデル200を使って、この音声合成の多重出力のシステムを作るということでございます。で、私が世界圏に入った頃、世界ではどうなってるかということなんです。これはまさに情報科学の爆発的な展開の時期ということでございまして、まずはユニコーンが取り始めたので、それから PDTF、東京上空で旅行くので、これは1970年、それから69年がアルファネット、73年がインターネット、ユニックスが69年、言語 C が72年、それからアウトボーダーの実行のモデルが68、キャッシュメモリーが68、それからダイクストラとかギフトなんか提唱した構造化プログラム、これは69、そういうぐらいになっています。それから70年に1キロビットのディラ、それから70年にメインフレームの36の工程の37、それからマイクロプロセッサー4ビットバージョンが71年、それから72年に8ビットのインテルの8ビットバージョン、こういったものです。それから系列コンピューターの方でいきますと、メモリー共有型のマルチプロセッサーがカーネギーメロン大学で C.MMP ということで16台のマルチプロセッサーが、これがすでに71年出ておりまして、キャッシュのコヒーレンスの問題なんかがもうすでに1個でやられているというわけで、それから高級言語系コンピューターということで、バロースの1700、当時、我々でコンピューターアーキテクチャをやっている、研究者から見ると、カメレオンマシン、神様のようなものだったのが、そういったものが生まれているわけです。で、その社会圏ではじゃあどうだったかということなんですが、で、先ほどはコンピューターのアーキテクチャ周りの話をやりましたけれども、坂井先生のところにはですね、坂井先生、それから同社先生、西尾先生、長尾先生、杉田先生、林先生、川瀬田先生、大木先生、近藤先生ということで、普通の研究室の倍から3倍からの先生がおられたんですね。で、坂井先生がどうやってそういう方々を借りてこられたかというのは、まあ、聞いておりませんけど、倍くらい、倍以上のですね、スタッフがおられまして、そこでこの画像関係の処理、それから音声関係の処理、それから自然言語処理の研究、まあ、そういったことがこの NIAC の2200のモデル NIAC を使ってもう全部やられるというわけです。坂井先生によりますと、当時東京の先生方は数値計算思考でやっておられた。でそれに対して京都は、
非数値処理で、しかも、このオンラインリアルタイムソリューションということで、ヒューマンインタラクションをコンピューター等を取りながら、やるような研究領域をやるということなわけです。でさらに、共同研究の人として、日本電産の方からこういったシステムを入れていただいてですね、こういったマルチメディア関連の研究をほとんど全部やるということでございます。で、2006年のこの京大の総合博物館の春季の企画展というのがありまして、そこで3ヶ月にわたって、展示をさせていただいたということで、菅井先生、大下先生、長尾先生が築き上げられた成果をですね、展示をさせていただいたということで、これが公式そのパンフレットの表紙になります。真ん中が長尾先生ですね、それから宇治テックの会長の会社、それから神戸専大学の新井先生、こちらは杉田先生ですかね、から広江さんが分野を伝えまして、ガタバタ先生、空間上大の高専、から立命館の林さん、林さんじゃない、まあ、これから。でこれは70年に出されたパンフレットの表紙。ここにシステムのコントロールがありまして、これが MT ですね。で、200、2200のモデル200というのは、ここ見ていただくと分かりますが、32kg キャラクターですね。キャラクターというのは6ビットなんですね。今はバイトが8ビットで単位なんですが、それが6ビットのコンピューター。はい、よいです。それが32kg キャラクター。高メモリでしたから、2マイクロセカンドのセグだったので、ただディスクが9メガキャラクター。軸テープがついてて、でここにですね、ペリフェラルアダプターを挙げてね、ここを通して入出力の機器をいろいろなものを作ってですね、作って、オンラインでつなぎ込んだ、つなぎ込んで音声合成認識、それから感情保障等のですね、研究を合成するということで、これは広瀬先生も覚えていると思いますが、24時間、ツンブスパイルタイムで、予約表がありまして、30分単位ぐらいのところで、ずっと使われておりました。これくらい、使われたコンピューターというのは、世の中あんまりランクないんじゃないかということで、そういうぐらいになったと思います。で、研究ばっかりしてたかというと、ただよく遊んでおりまして、これこそのグラウンドですけども、そこで、どうやったら、また鶴さんと、金井先生とね、それから、長尾先生が、ポッドがあって、自分の相手を長尾先生、大谷さん、それから金井さん、それから、これが東大の辻純一先生ですね。こういったメンバーと野球のところで、で、春秋に必ずハイキングしてるので、佐々木先生と神奈瀬さん、から大島にもらったね、大谷さんなど。だから筑波大学の大谷先生が倒れてるということで、ある部分から相手でやってますけど、でこれは M グループので、最初の論文は
このゼロオーサーを用いたローサーのプロデュースプロセスということで、通信学会に出したのドクターの1年の時に出したのということなので、マスターの時なんかに学会なんかに来た覚えはないということで、ドクター同士に手から言って学会に出していただいたということでございます。で、ゼロコーサーを使って音声合成ということで、ゼロコーサーというのは音声を無限に大に振幅をさせて、ある一定の振幅のところで出しちゃう、はい、そうすると音声の情報がこの、こういうふうになるんですが、ただその時間感覚で、表現で、その時間感覚だけを使って合成をしても、かなり音声が使えるといったことで、大谷さんを中心にオーディオのシステムを作られたのを私が、多重合成を処理量は非常に処理量というのは少ないんですが、ただリアルタイム性が少し崩れていきますと、音声として認識ができない。で、画像ですと少々画像の先生がですね、遅れても問題ないんですが、音声というのは、リアルタイム性が崩れると非常に困ってます。もう一つ、リアルタイム上の合成がちょっとできないなと。間に合わないなと、そういったことが予測をされるといったときにはですね、単語と単語の間にスペースがありますので、このスペースのところをちょっと伸ばして、それからこういったところで、例えばこれパッというところなんですが、こういうセグメントが繰り返しこうということなんですが、この辺のセグメントの繰り返しの回数ですね、少し増やして、そういったようなことをして、ごまかしたらいいんじゃないかと、いうようなことが分かったんですね。で、これは今から現時点ではですね、この QoS、クオリティオブサービスの考え方につながっているんですが、こういったことをですね、思いついたんですけれども、何も研究しなかったということで、これを今から考えてみると、こういったことをやっておれば、クオリティオブサービスの、最初の頃の研究につながったんじゃなかろうというふうな気もしておりますこれは音声合成機の回路です。で、回路自体はこれくらいのものです。ここにこう冷蔵庫のようなものがあるんですが、これが 1K バイトのコアメドル、でこれは日本電機で作られたもので、この以前に音声タイプライターの研究をされていて、それに日本で使われていたものを、もらっていて使ったということでございます。で、合成音がどういうようなものかということなんですが、
数字が入ってる。
を作られて、それがあのとケースバッグの3300、だったと思いますが、そういうあの、そういうシステムだった、そういうあの開発者の一人でいらっしゃるんですが、スリコーバクに当時おられましたので、もともとスリコーバクにおられましたので、なかなかあの案内付けができる学生がスリコーバクが出てない。君は花付けをできるかという話に来ないです。で、花付けを当時実際にやらせられて、やらせられて、それからあの感動を冷やす、もう一度かけかかってこれがあのうまくいけないと芋判断になるんで、とこうあのまあここに気をかけて、この判断のこの粒がそのまま飛ぶようなですね、表面にしてあの。だけど、いうことで、それがまあ試験だったんですね。で、あとはあの今どういうふうな研究してるの、どういう論文を出してるの、そういう話が一切ないです。あのとにかく判断付け、だけで、合格。来年の違ったら、ああいうことで、あの採用。で、柳川先生はなかなかあの、物静かな先生だったのが、時折あのこのぐさっとくるお言葉があってですね、よくまあ覚えてるのが4つぐらいなんですが、外国で研究発表をするときに、あとメーカーさんにお願いをして、私単独の名前で奨学金をいただいてですね、生徒まで行きました。その時に、こういう感じになるね、会社にご辞儀までしてガールに行って、そこまでして論文発表でしたのということでいらっしゃいました。だからもう一つはですね、とにかく大学というのは取引機関であって、金もないのでとにかく研究はできんよと、ああいうようなことを当時30年くらい言っておられました。それからこの僕はというのは今井さんですね、論文3件で教授になったんだけど、君は知り元には論文ばかり書いて喜んだとなっちゃうということで叱られました。それからスーパーコンピューターを使って、グラフィックスのアプリケーションをやっておりましたが、そういう単なるアプリケーションというのは東大受教授のことではないということで、えらい叱られました。まあこういったことでですね、大変お叱りの言葉を聞きながら、まあ育って来ましたで、有明県に行きまして、まあ最初はとにかく、まあ、いろんな機器が結合されてないまま机の上にこの整然と置いたと。で、そういったいろんな機器をまずは、つなぎましょうということで、いろいろな機器を実際にやる。これ書いたら点とか点数ですね。それからランドタブレットというか、図形の入力装置、NT、それから IBM のタイパーですよね。これがストレージチューブ、ここにいるところのストレージチューブ、こういったものをいろいろつなぎ込んで、システムを作ってきた。で、最初に出したのが、これは島山清さん。今京都の工芸専大学の工学部長をやっておられますが、彼が4年生の時に、やった内容を修士になってから述べて、発表したということで、この配角点とですね、点数の間の、DNA のこの転送路、を作るというものだった。でその時に単にこうつなぐというのは面白くありませんので、
どうしたか言うと、この、天から例えばこちらの点2の方に送りますと、このメモリーの中身をバーンと送るわけですね。バースト点数。そうすると、このメモリーのスピードがの分だけ落ちるわけですね。起こしちゃう。そうすると、プログラムの実行がその分だけ遅れるというふうになる。でその時にデータ転送をバースト的にバンとやると、例えばこちらの方ではですね、しばらくの間、プログラムの実行が停止をするということになるわけですね。で、停止をするとどうなるかというと、このリアルタイムの処理をやっている時には、困ったことになると、はい、そういうことで、このデータの転送と、このプログラム実行をこのバランスよくするために、わざわざこのデータの転送のスピードを落っことす、プログラム的にプログラムでコントロールしながら落っことす、いうふうな仕組みを入れてね、ものを作るということを言います。まあ、こういったようなシステムを使いまして、坂井前職でやりました音声放送のシステムを再度作ったということで、配達店のところが200、2200、それから配達店2のこの部分というのが、先ほどのコアメモリーに作る合成機のところで作ったものです。で、合成機の方のソフト処理をほとんどこの配達点数の、ソフトウェアでやらせてたで、合成機自体はですね、これは非常に、簡単なもので、こういうふうなハードウェアで、坂井県の時代には半年ぐらい経った、ハードウェアというのが、このソフトウェアの考え方ということによって2日でできちゃったいいわけです。そういうことで、ハードウェアソフトウェアの機能、分化するみたいな、そういったことも非常に重要な、よくはそのいいわけでした。で、まあ、当時はインターフェースは全部研究して作るということでしたので、理論的な研究をしている学生諸君でも、ハードウェアのインターフェースを作らせてくださいということで、名古屋大学で当時やっておられました名古屋大学さん、なんかこういうようなディスクのシステムを作ったというか、バックスウェイの大きな方たちが作ったインターフェースで、これは萩原先生と夏にあの必ず改正を見るというふうに言ってましたので、どこでもいっぱいぐらいの話で、非常に若い時の芝山さんとか柳井先生と教えられてね、この棋士なんか勉強したことがあるようで、この萩原県での主な仕事というのは、この QA1 と QA2 の研究開発が、QA1 は2014年にこういったメンバーでした、それから QA2 はこういったメンバーでしたということで、ほとんど修士の学生中心でやってきたということになっております。QA1 というのはこういう構造をしておりまして、演算機がこう4つあるわけです。で、ここにレジスターがありまして、演算機がレジスターを共有しながら動いて、で、こういう演算機を、非常に長い命令、ラグビーカーとか、これで同時に制御するというふうに考え方になります。で、この演算機、LU ですけども、0、1、2、3だって、ブロックで、この辺がメモリーのところ、それからこの辺が人工回路の人工制御の、
のコンピューターですと32ビットぐらいなんですが、それが160ビットのことです。で発想はといいますと、このグラフィックスのドリアを使っていますがありまして、グラフィックスのエンジンとしてスピードが速いと作りないというのがありまして、グラフィックスですから座標変換ができるということで、元の座標があって、これに 4×4 のマトリックスをかけて新しい座標を決めるということで、こういったことができるコンピューターということで、演算装置がいろいろ使った方がいいなというふうな話、それからもう一つは無声型マイクロプログラムの汎用化ということで、大型コンピューターの機械命令を、実行するときに、この非常にこの誤兆が長い、マイクロ命令で成功してたんですが、そういったものは固有の機械命令に非常に転動したあまりきれいでない、マイクロ命令の形式になっておりましたので、それをとにかくとことん汎用化しました。それからもう一つはグラフィックスやるということで、メモリーの上に画像メモリーを置いておいて、垂れ流しでディスプレイの方に画像を出して、まあ、そういったような、まあ、そういったようなことでですね、ものを作ってきました。でこれが最初のタブの。これを柳さんの字で書いてありまして、今日の国際会議場での全国大会でも立っています。で、実際に物はこういうぐらいになっておりまして、後ろから見ますとここにメモリーがで、この辺が全部ワイヤーラッピングで作ったガイドなんですが、IC で5500個くらい乗ってるのでね、でこれ乗ってるのが当時1キロビットの DRAM で、サイクルタイムが350ナノセカンド結構早かったんですが、こういうメモリーを乗ってで 256KB 乗ってたんですが、これが1000万円くらいだったんですよ。で、1000万円もしたので、先ほど科研時でいろんな同じようなテーマでこうずっと、お金を取ってたんですが、そういったお金が、こういったところに消えているということで、非常に高い。で、まあ、当時は研究室の風景なんですが、ここにバギアンという大型センターからもらってきた、グラフィックスのシステムがありまして、ここで、リアルタイムで図形を押せばいいので点数を通して、バギアンに向かって、ここで図形を出すということをやっています。でこれがその時の1977年の7月1日。でこれは広島市立大学を作られたんですけども、北村さんが作った、写真です。で、まあ線画像だけが面白くないということで、カラーにしました。ということで、千葉局の技術例を考慮して、つなぎ込んでですね、リアルタイムのアニメーションをやらせていただいてるんです。穴があって、ちょっとこう、パタパタと踊るというわけです。で、この辺もちょっと、ビデオがありますけど、
まあ、昔も今も献血があまり来ていなくて、ぐちゃぐちゃとしております。まあ、こういうふうな形でリアルタイムで、動いてると。ということであまり時間したんですが、まあ、こういったことで研究をやってました。当時 の日本の情報、科学の、まあ、権威者の先生方が取り出しました。島内先生、秋野先生、山本はじめ先生、坂井先生もいらっしゃる。北川局長先生、それから東北大学の大泉先生、ね、北大の田中はじめ先生、長尾先生が大野先生、小坂先生、田中浩司先生、萩谷先生、長谷川俊太先生となります。で、私はここにいまして、隣に吉田先生がおられます。ありまして、とんでもなくなりました。まあ、当時は外国に行きますと、大体3週間くらい、いろんなところに行って、研究なんかをして、いろいろ。で、それはケベックの方まで行きまして、坂井先生、長尾先生、馬車に乗ってるんですけど、なんか笑う、刺したんですよね、2人とも笑ってたんで、まあ、そういうことで、再会には訪ねてほしいんでした。それから、ここで萩原県前半のですね、研究総括的なことを出していただきますと、73年にインテル8ビットのマイクロプロセッサー、いろいろ勉強もしたんだけど、この方が安いということで、順番がありました。当時、星野勤先生がですね、あとでいうところのパックス、平成計算機の有名なライブが、その一番初期の頃に学生さんが、マルチマイクロプロセッサーを、作ると。ということで、ボードの上に4つだけ、80だったと思います。このまた、システムを持っておられて、どうしたらいいでしょうかねという相談を受けました。で、もうそんなもんは、性能が出ないのでやりしないということで、繰り返した覚えがあります。で、まあ、その頃にもうちょっとマイクロプロセッサーの能力をきちんと評価をしたいと、もう少しこの研究を持ちかったんじゃないかというふうに思います。それから当時は工業言語計算機がありまして、ソフトウェアの機器というのがあってですね、あれの方からも、ソフトウェアの機器に対して対応となっているということで、高級言語に向いたような、機械命令を設定をして、それをマイクロプログラムで、
が考えているほど、単純ではない。アドリアンをやってるやつは単純で困る。ああいうこと言わせてください。それからあとはデータフローの計算規約を、私最初に知ったのは77年の再開運動でしたので、これは先ほどの IBM 365の91の、アウトボーダーエクスクリプションのモデルと同じだなということで言いませんでした。でこれは正解だったと思います。で以後私は半日データフローがラグビーを抑えています。80年にゼロックスのパック、鈴木先生を頼った時に見たんですが、その時にワークステーションのラグと始めていました。で、イーサネットにつながってて、ビットマップを使ってインタラクティブな処理がいろいろやるということで、同感を。同じ年にカルフォルニア大学のバークレー校のパターソン先生のところに行って、リスクの話をちょっと考えたんですが、リスクのコンセプトというのは、当時の私の頭では分かりませんでした。で、萩原研の後半のところでですね、先ほどじゃあどうなったかと言いますと、その80年代からリスクの流れが非常に顕著になってきて、それからコンパイラーのいろいろないいものが提案されて、それからアウトボーダー実行、それから分教則の方式なんかのところで非常にアップルな研究がされつつあるというふうになっています。で、そういう中でこの QA1 を作って、次に QA2 をやりましょうということで、ほぼ論文の作成まで10年くらいやりましたけども、今度は256ビット超のもので、を採用してやりました。でその時に、呼吸源の計算というしがらみが非常に強かったので、ハードウェアを合同化マイクロプログラミングということで、マイクロプログラム構造をですね、高級言語に近いような構図で綺麗なものに持ってきました。いうふうな方向を、取ったんですね。で、例えば一文がありますと、という関数に関数を与えて、全エルス、対照的な構造になるようなもの、非常にこのハードウェアをかけた、構造を取ったようです。QA2 は最終的に5年くらいかけてできたんですが、そういう畳1畳くらいの筐体が11枚ありまして、全部で2万2000個ICA があります。でこれはできた頃の日大の中田さん、京都からです。だから日立の鎌田さん、それから旧大の村上先生の方が、それから美術のパンさん、有名な人です。これが中田さんが83年に、ソフトウの国際会議で、国際会議で写真で、ここにさっきの写真です。でプロジェクトの参加者もたくさんこういますけど、で、石田先生の方も、で10年ぐらいかけて論文の件数はたったの20件と、いうことでありまして、私が九州大学に行くときは1986年だったんですが、その時の論文の件数が19件、
しかも再録決定の論文が3点くらいなんで、で論文の件数が少ないということで、もうちょっとで人事を取っていただけるということのようです。詳しくは神林先生に、ね、聞いておきませんけど、どうもそういうことであったような気がいたします。生産性は非常に低いんですが、人材はいい人材がたくさん出るということです。で、まあ、この研究開発のところを少し押、してみますとですね、先ほどはこの大学教授、和田栄一先生という非常にユニークな先生がございまして、和田栄一先生が2002年にですね、日本の大学でたくさんの研究開発をやってきたんだけども、今の日大じゃないと、かわいそうだということで、情報処理学会の学会誌に、そういう漏れたコンピューターの特集を組んでいただいて、私も入れていただいて、岩佐先生の、コンピューターの力が入ってたと思うんですけども、まあ、そういう中にやっています。それで、まあ、十何年かけてやってきましたけど、結局知られざるコンピューターと、まあ、なっているわけです。で、その、まあ、原因を考えてみますと、一つはネーミングが非常にまずい、こういう QA というようなネーミングね。で、同じ先ほどの、ストックホルムでの国際会議のところで、フィッシャー経済学の方が VLIW という名前を同じ設置でしたので、でこれはベイロンインストラクションワードということで、非常に長い、命令帳を持ったコンピューターで、当時フィッシャーさんが言ってたのは512ビットの長さの命令だったんですよね。でそれの名前を付けて、で我々の方はこのローレベルパラレリズム、日本でいうと低レベルでした。だからコンピューターベースクワドラボーエリューで4つエリューがコンピューターで、でこちらでいくと低レベルというのは低級化ということになるんですね。適当に、その低級のコンピューターで QA というと、これはクエスチョンアサインというわけです、そういうことで、この、きちっと概念を一言で言うから、まあ、正解もともとこれは QA の前にですね、 MATS という名前で MATS という話です。名前がいいんじゃないかと、言ってたんですが、そこに議論した時にたまたま金井さんが来て、まるでやかん低級システムと思われてとMATS ということで、いうことで、じゃあ QA にするかということで、QA という名前を取ったんですが、こちらと比べるとネーミングで完全に負けたという話です。それからもう一つはこの、マイクロ命令、萩原先生がマイクロプログラミングの権威、でしたので、マイクロプログラミングの延長線上で全てを発想しようということで、QA1 の命令をマイクロ命令とみなして、機械命令とみなさない。でこの辺にはもちろんその範囲が変わるんですが、その高級言語計算機とかですね、リスクという考え方でいきますと、高級言語のプログラムがあったのを高級言語に非常にこう似たような機械命令として、この高級言語に向いた機械命令をマイクロ命令で、実行すると、こういうふうなデータだったわけです。でそれに対してリスクの考え方というのは、人工、マイクロ命令に似たような非
敗をして高級言論は暴行を起こすと、それをこのメインメモリーに入れておいて、それを実行時にダイナミックにキャッシュメモリーのところに持ってきて作る、これがリスクの考え方なんですね。こちらの高級言語シップの考え方でいきますと、マイクロ命令の制御記憶というところに入れちゃう。でこちらは性的にこのマイクロ命令を行うよ、こちらは動的に高速なメモリーのところに、ということで実行時の性能が違うと。で QA1 を作った時にこの制御記憶の容量が足らないんで、バックアップで仮想制御記憶ということで、メインメモリーにこのマイクロ命令が入るようにしてなるなんですね。で、それがなってたのにもかかわらず、このリスクという考え方をバックアップ3つ目、これは非常に大きいんですが、コンパイラーの勉強をしたかった。で、コンパイラーの勉強しないで、ハードウェアの構造を高級言語の方に向ける、上げていくと、そういうふうな研究をやっちゃったというところも非常に大きな敗因で、もう少しコンパイラーのこともやって、その閉鎖性の検出、で考えるときに、コンパイル時に性を検出するのか、実行時にハードウェアで性を検出するのか、そういうふうな考え方、あるいは性的動的と言ってもいいかもしれませんが、そういったことを明確にコンセプトとして、認識をしておればですね、コンパイル時に性を検出するハードウェアの非常に高額な命令レベルの並列処理と、そういう概念が出てきただろうというふうに思います。ですから、今回のことはやりませんでしたが、こういった話が出るかなと思います。それからもう一つはパイプラインの構造をあまり勉強したということで、まあ、せいぜいパイプラインの段数としては2ステージになっていました。でこれも並列性というものにはこの空間並列、演算球を演算球たくさん並べる、そういう空間並列という考え方と、それから時間並列、時間的にフェルトコンベアと同じようにオーバーラップをして各ステージを実行させると、そういう2つの重要な空間時間という並列性があると。で、うまくやると性能というのは空間並列かける時間並列で効いてくると、そういったようなことがちゃんとこの概念として理解ができておったとしたら、この非常に展開違ってきたかというふうに思います。まあそういうことで、80年代終わっちゃったんですが、2000年になって、インテルが、このピンピックということで、このエスクシトリーパラレスラムコンピューターということで、このグレーダー方式をサーバー用のプロセッサーに組んで、まあ、そういうことということなんですが、我々が80年代にやってたところでは、そこまで到達は、やりましたように概念形成が非常に未熟であったということで、到達したというふうに思います。ということで、もう少しこの、概念形成をシャープにこうやっておればですね、左
で一番で選ぶといらっしゃるというふうに思うんですが、残念ながらそういうことはいかないというふうなことが言えると思います。であと弥生県の時代には他に新見先生なんかがエキスパートでして、グラフィックス の, スキャンダリングアルゴリズムの部署とかのコンピューターを作ったり、それから共同部のお客さんとして育てているとか、まあ、いろいろやっておりました。これはエキスパートの、ね、それからあと20分ぐらいで20年ぐらいはさっと終わりました。九州大学の総理工事内、これはまあ、といったらですね、スーパースカラの原因ベクトルプロセッサー、グラフィックスコンピューター、内部構造など、まあ、といったのことをやりました。で、瀬尾先生、中谷先生、宇田原先生中心に、まあ、いろいろな面白いことをやりました。で、本も書きましたし、エネパタの翻訳もやりました。で、そのエネパタの本というのは、いくらの本なんですが、翻訳をやって、愕然としたのは、論文がたくさん載っているんですが、日本人の論文がたったの3件、それも富士通のスーパーコンピューターの論文3つしか出ないということで、我々がやってきたような研究というのは一切なされないんですね。でも非常にこの怒り狂ったんですけども、まあ、それくらいに日本人というのは世界から見えてないということだろうと思います。まあ、現在第4番くらいまでこれ出てるんですが、一桁台の論文とまだ思います。それから並列分散処理のこのシンポジウム、というのを58年から始めまして、最初はグリーンピア、その次がグリーンピアの指宿、その次が宮崎のデザイン大学、こういったところでずっとリゾート地でやろうとでやってきたので、なぜかそういうリゾート地が全部移っていくほとんどそういうことです続けるんですが、このスロープは現在も、まだ続いているということで、今年は仙台でやるんですが、そういった新宿中もやっている。それから全国野球卓球テニス、これをとにかくもう毎日やりました。特にテニスなんかは九州というのは日没がここと比べると、40分くらいでも遅いんですが、で5時過ぎたら十分それということで毎日やりました。で、まあ、球団時代はですね、世界ではまあ、いろんなことがこうあってるんですけども、まあ、共有メモリー型のエースコンピューターがあるので、それから大規模な分散型のエースコンピューターがあるので、まあ、いうふうな例があります。それからデータフローコンピューターのトータルでこれがそれからその他のところでは Gmail で電子メールが使えるような感じで、で、今日はね、ストミ君が来てるんですが、その学校館とね、電子からその学校館で、回線を挟んできた。物理的にこれは気になった。そしたら、メールで先生が意地悪をしてるんで、大変これは有名になりました。まあ、そういったような時代でした。で、九大では、毎年6月6日、それから日立の入江さん、それから久我先生、いろんな先生。
安洋先生ですね、それからこれは西根岡町、これは東の、津上君ですね、ちょっと忘れましたけど、まあ、こういったようなメンバーと楽しくやりました。で必ずまあこういう写真が出てくるんですけども旧大にはあの山の焼けがありまして、温泉地のところで、お用ができる施設がありまして、そこで200人くらいの楽しみということで、プラス先生の中で、ご登場、森先生と。で、幕十はあのいろんなあの登り方が、私でもよくあのいました。天宮先生とか、まあ、日野先生とか、球団の谷口先生とか、キャノンの玉瀬さん、玉瀬さんの方に入れておりました。まあ、それからあのさっきのあのスウォップでですね、勉強ばかりやるというのに、ね、遊んで検診をやるというかということで、そこをしんま先生から、それから球団の荒木刑事です。それからなぜかは知りません、わかりませんが、島脇先生が、まあ、いろんな方の交流の場にはそうしたないわけです。まあ、そういったことで九州部隊には今後はいろんなことありましたけれども一つは大変構造なんですか、まあ、絶対の提案を出した。からスポーツからの研究でも無償なのかということで、研究でも被災を受けているというふうに思います。国際学会、主題の国際学会でいきますと、1989年の国際会議で、その ISC でアーキテクターの最初個人とか、スーパーコンピューティングの国際で、予算嘆きの国際のところで、ね、これはあの司会で、ウィトルですよね。で、ここにおられるのが、これがあのソーニーのところです。で、トーマ先生、で、司会で泳いで、あら、カイロで、村上さんがベリーダンスを習ってくれたところで、まあ、拡大してみると分かりますが、女性はほとんど、あの上半身、ないんですよね。そういう、非常に楽しいことでした。で、京大時代なんですが、まあ、ここはもう皆さんよくご存知だろうと思いますので、まあ、ほとんどあの言うこともありませんが、2001年から、この2002年の3月ということでございます。まあ、いろんなあの研究はやらせていただいたんですが、まあ、大体5つくらいの感じなんですけど、まあ、90年代、じゃあ世界ではどうだったかということなんですが、一つはあの共有メモリーのですね、ヘルコンピューターの、メモリーのコンシステンスのモデルを考えておいて、き始めております。結構遅い時期に出てきたなというような印象を持っているんですが、それからスーパースカラーの方式がディスク移行の先生時代になって、レックが2064を90年に出ました。で、バックスネレブンの70が撤退をしたということで、スーパースカラーのディスク連成時代、それに伴って、いろんな研究速の研究等が、いろんなことでやられて、
それから94年になりますと、これミリネットという高速なスイッチのネットワークが出てきて、それに、パソコンなんかをどんどんつないでいきますと、簡単にこのクラスターコンピューターができちゃうんです。いうふうなことになりまして、この頃から爆発的にあの、クラスターコンピューターが転用したという意味があります。それから98年にはグーグルができましたし、ジョアブの研究家がちょうどそのグーグルの設立と同じ時に、この研究家ができたというわけです。で、90年頃の研究室の案内はこういうものになります。
手術のシミュレーションをやるというようなことでですね、ヘルスケさんにメンバーバーのメンバーでくれたで、グラフィックスは1990年代にも日立に行っておりましたの高橋さんの寺川先生のところにリボルバーでそういったことをベースにして、2000年代のところで一シミュレーターを作っているというふうになりますであとはパイプラインの整備等を含めた方で高速産地の運営を減らすというふうな研究のことですね。それから大変に最重要なプロセスで再計算したことは二度と計算をしないといったような方式で、そういったような研究を2000年代はやりましたということでございます。まあ、そういうことで時間もなくなってきましたので内容をまとめてみますと、それから兄弟が最初に言いましたよ、5年間だけメディアセンターと、それから3年間だけ上学の研究所で、その前、年間の研究所ということで、管理職的な人だけのなということで、そういう点でいくと研究は少し薄いまとめはいらないというふうに思っております。でこれは神林先生が研究課長のことの写真で、船越先生と私がサポート役だと。で、荒木先生と一緒にたぶん先ほどのところでございます。その頃は神林先生の病院は元気でしたで中尾先生が賞を作っていただきまして、研究課長に飾らせていただきました、そういうことで長々とお話をやりましたけれども、まとめてみますと、36年間だけ研究をやりましたけれども、とにかく面白くて楽しいような研究をやらないとダメだねということで、最近は文科省から理事を巻かれて研究のための研究をやってる、いやいやながらいうふうになる面が多々あろうかと思いますけれども、楽しい研究を、ベースにして自由な雰囲気の中で研究をやらないといけません。それからもう一つは中でお話の中でも言いましたけれども、とにかく過去の力を見取られたらダメということで、この新しいこのコンセプトを提唱すると。でその時に直行的なものの考え方で、捉える必要があるんじゃないか、例えば性的とか動的、あるいは、空間と時間とかですね、そういった切り分けをきちっとやって、その組み合わせをいろいろ考えていく、いうふうなことをしっかりやっていかないと、欧米の研究者にはやっぱり負けますねというふうな話でした。それから国際的なコミュニティをちゃんと作らないと、ということで、我々のところですと、ISCA とかマイクロという、国際会議があるんですが、1990年代から日本人の論文が海軍に近くなった。非常に採択率が難しい国際会議がガクンと落ちてるんですね。やっぱりそういった国際会議のところで主導権を握るようにというふうに、
それから面白いなと思ったことは、その時にとにかく子どもやってみるというのも大事で、時を逃すとしまったというふうなことも思います。それから、私は実証的なシステム研究というものを Yeah, I'm not.